ススポンラジオ。はい、というわけで今週もはいはい始まりました、はい、先日僕は茨城県に、はいはい、なんでかぶすねんそれ先週やろ お土産に小倉トーストラーメン。え、なんで名古屋なんですか。あのね、いろいろあったんですじゃあ、ケーキ漬け食べるんすね。ケーキ漬けに食べようじゃないか、もう。なるほどなるほど。ケーキ漬けにね、もうしんどいから2回目も、甘みが必要だと。日本取り、うん、ちょっとね、久々の日本取りですか。糖分をね、蓄えて、はい、頑張っていこう。いただきましょう。デジャブこれ強制的にデジャブうん、おうわうわ一緒やんこれ先週と一緒やん。うわこれ、うん、まあ俺は食べへんけどね。おお、まあ、今回36回目のスッポンラジオですから、うん、うん、いよいよね、年末が近くなってきましたなんか入ってんのそれ。いやいやいや、おかしくなる成分がなんか入ってんの。いや、先週と同じコメントやなと思いましたよ。うんなぁって言ってるだけ。うん、おいしいわ、おいしい。おばじすぎやから、いっぱい、俺の iPhone の上にこう、うん、ラングトシャが。散ってる散ってる。ねえ。ということで、うん、今週は日本撮りですよ。うんとしか言われへん。何回食べてもうんとしか言われへん、うん、若干スイカの味してきたもん今。スイカかスイカあれ、スイカの味してる。スイカの味はしない。スイカってどんなんか知ってる。スイカみたいな感じのスイカの香りが口の中を広がり出した。どう頑張っても、もうスイカって言い出したらもうスイカの味しかせへんよ。どうしよう。スイカの味はしないっすわ。スイカやって、スイカ、いやいやいや、分かってます。スイカはスイカで分かってますけど、スイカ、今スイカの匂いはしない。うわ、スイカやわ。いやいやいや、もうええわ聞いてる人、もうええわ言ってるわ。多分あのメロンに醤油つけたらウニの味がするみたいな、はい、あれ、ああみかん、ね、あれみたいな感じで、ね、はい、プリンに醤油やろ。何でも認めていい。今例えばで言ってんの。そんな言わんといて。みかんに醤油、あれいくらか、うんうん、プリンに醤油がウニです。プリンに醤油、うん、だからそれな感じで、うん、あかん、俺食に携わるもんとしてそれ許さない。小倉をラングトシャにするとスイカになるっていう。スイカの味ああですって、うん、はい、ということで、はい、ということでね、はい、なんだよ、なんだよテンション上げていこうと思ったこのやつがもう酔っ払ってるじゃないですか酔っ払ってるじゃないですか。久しぶりです、ね、久しぶり。やっぱり2本目だったら酔っ払うよね、そうですね。あれは2本目の苦しさやったんですね。違いますよ、違います。久しぶり。今日は特別です。特別ですね、今日は特別なんです。もうあれですよ、年末年賀状とか書いてます。いや、まだ書いてない。毎年書いてます。うん、書いてる。お客さんとかに出すもん、ね、全然やってないわ。商売してるからやっぱりな。あ、それ大事になってきますよね。デザインしてなあかん。じゃあもうね、はい、うん、年賀状を、あ、はい、スッポン年賀状作る。お、いや、いいよ。いや、印刷して。いや、それはそのこと先週の話。俺は多分それはもう、うん、お正月休みぐらいにしかそんなのする時間がないと思うぜ。思うぜ。誰やねん。思うぜ。思うぜ。まあそれこそでも年賀状って結構しますからね。いや、だって50円やろ。50円プラス印刷代と、うんうんうん、だってデータは印刷代なんかそんな高知れてるよ、ね、あ、そうですか。あとはだから俺の制作費が大体制作費とんのデザイン料とんのわざわざもうあるって言ってんのえ、ああそうですか。よよくもう調整、自分がな、ほんまに、ええ、あんなもんペッてやって、ね、ペッてやるだけやろみたいな、ええ、ポスターからポスターのデザインをちょっと変えて、ええ、ちょっとハガキにするとか、ええ、ペッてしたらパッとするだけやろって思ってるやろ。201ってね、つけてね、うん、思ってるやろ、はい、どんだけ時間かかるか。あ、そうですか。微妙なサイズの違いとかバランスの違いが出てきてね、それは微妙に変えてるんですよ、まあ、デザイナーの苦労を知れ。あ、そうですか。本当に大変。個人スキルの問題じゃないの。え何がめっちゃできるデザイナー、あんなもんこうすぐやでピピってやったらちょちょいってなるでとか言う人はおれへんの。始めようか。始めようロブのチラシもまだできてへんねん。ああそうですか。そうですよ。そうやな、1月の舞台あるもんね。1月の舞台優先しないといけない。それの
チラシすらまだできてない。ああ、それはもう年賀状は二の次ですね。そうだからもうお正月、自分の年賀状すら多分お正月入って、はい、お正月休みにやっと作るぐらいです、うんうん、ああ、まあね、まあ新年のご挨拶ですから、ぜひね、はがきでね、はい、出していただきたいです。いいよ、作りますよ。うん。うん、だから。じゃあ俺は作るから、はい。はい、印刷代は2人でやって。ああ、なるほどね、なるほどね、まあ、それでもそうですね、はい、そんなんあり、まあ、何枚作るかっていう話、5枚ぐらいですか。5枚なんか印刷屋受けてくれるかもしれない。家のプリンターやんけ。もう家のプリンターでええじゃん。プリンターでいいです。そうか、もう全部俺の仕事じゃない。全部俺の仕事じゃないの。あ、ちょっとあの霞んでるとか、家のプリンターすぐずれるからか、角度とかも、もうやだよ。やだよ。どこの場合やですよ。これパクった、はい、じゃあ始めようぜ。はい、始めましょう。それでは始まります。立花裕介と AD 武田のすっぽんラジオ。言われへんわもう。この番組はスタンドフラワーメゾンデ K の提供でお送りします。お便りのコーナーです。はい、うん、2週目なので、はい、お便りのコーナーそうです ね、 ですね。はいはい。うん。いやー、続々と。お便りのコーナーがないというのは、辛いですな。辛いですか、先週のやつをお聞きの皆さんは、ひしひしと伝わっているかと思いますが。日本撮りのね。できれば、毎週お便りのコーナーで行きたいよね。はい、あぐらいのね。そうね、それぐらいの数のお便りが来たらいいな、ね、いいなーっていう。まあそうですね。うん、はい、今回もですね、3通。いただいておりますよ。いただいております、ね。ありがとうございます。3通ね。あ、最近ね、本当に、まあ僕も先週、先々週ぐらいかな。2通って言ってたんですよ。あ、普通に言っちゃってるな、俺と思って。まあ、昔の言い方で言うと30億通。30億通来ておりますけどね。でも、それこそあれでしょ、実質1週間で3通来たんでしょ。そういうことですよ。そうです。やっぱ1週間だけの方がいいんだよ。パッと聞いたらパッと書く。聞いたらパッと書くっていう。書く癖をね。癖をね。ということで、まずは吉野津さんからです。ありがとうございます。立花さん、武田さん、わっかさん、こんにちは。こんにちは。聞いたらすぐメールください。サイトのことだったので早速メールを作成しています。イエーイ、いや素晴らしいね、皆さんも見習ってください。吉野内さんを見習ってください。本当に、しばらくメールできなかったことで怒っていると思わせてしまっていたんですねっていうね、全然怒ってないですよっていうね。そうだ、そうです、そうですね、はい、そんなことないですよ、あのお話が面白いかなと思ってでっち上げただけです、ただですね、この吉野津さんが言うにはですね、メールを出しすぎて皆さんや他のスッポナーさんにまたこいつやって思われるのが嫌だったなっていうところは確かにありますと。あ、なるほど、気にしすぎかなというね。それはまあ僕らが使うか使わないかの配分をうまいことやらないといけないですね。絶対使います。100% 使ってる今のところですよ、ね、3通ですからね。まあ使わない時もありますけどね、まあだからほとんどないです。娘さんにも書いていただいて、まだね、旦那さんにも書いていただいたら、その当たる確率が減るので。ああ、なるほど。どんな勧誘の仕方なんですか。娘さん書ける、書けないでしょ。書けないよ、ね。ちっちゃいよね、まだ、ね、まだまだ3歳とか、2歳とかで、ね、適当にキーボードバタバタっつってやって、なんかようわからん数字、数字とかアルファベットとか RG みたいな、 RG がいっぱい来て、なるほどね。いや、なんだこれ。ひでえ、ひでえっすね。そうなっちゃうよね。さあ、34回の放送でお肌の乾燥の話がありましたが、はいはい、確かに私も30歳を過ぎてからすごく乾燥が気になりますと。嬉しいですね、34回の放送ってちゃんと言ってくれてはるから、ね、ああ、そうですね、気を使ってありがとうございます。本当にね、一番いいのは皮膚科に相談することだと思うんですけれども、個人的におすすめなのはベニヤクリーム。ニベアやろ。あ、間違えた。ベニヤ、そんな板みたいなクリームあれへんやろ。間違えた。ニベアやろ。間違えました。ベニヤクリームじゃないです。痛そうやろ。
ニベア、もう、ベニヤが乾燥してますから、ニベアクリームでございます。うん、失礼いたしました。あまりに綺麗に入りすぎて、打ち合わせしたくなったと思われるから、やめてや。失礼いたしました。恥ずかしい。いや、今のツッコミは良かったですよ。これツッコミトレーニングの成果かな。そうそう、成果です。ちょいちょいこういうの僕挟んでいきますからね。トレーニングをね。真面目でやんけ、今の。はい、どうぞ。今女性誌や主婦雑誌でもハンドクリームとしてだけではなく、うん、顔に化粧水の後のフェイスクリームとして使うといいという情報もありますと。え、ニベア手に塗ってるやつを顔に塗って、はい、大丈夫ってですよ。優しいんだね。そうですね、ニベアクリーム、ニベア、まあ立花さんが有名ですもんね。あ、有名です、有名です。僕ら子供の時からありますよ。ニベアクリーム、ね。やっぱり一番いいんですよ。ええ匂いしますよね。うん、懐かしい匂いします。はい。で、ゆーちゃんパウダーの話ありました、ね。ゆーちゃんパウダー。立花さんが気にされていた背中などの手の届かない場所の保湿は、スプレータイプの化粧水がおすすめだと。あ、はあ、はあ、うん。スプレータイプ。シュッシュッと。肌水的な。ああ、ありましたね、そういうの。肌水ってないよね、もう。今、あれ、あるんですか？あるんですか？そうなんや。いや、男性化粧品、なかなか。メンズ肌水とか出てたもんね。ありましたよね。ね、なかなか、見に行く機会がないんで、わかんないですけど。うん、肌水ありますか？コンビニに売ってんじゃないの、うん、あ、そうですか。いい時売ってたね。そのニベアクリームも売ってるんですかね。ニベアもあるんちゃう？あ、そうですか。うん、おまあ、やっぱりそういうクリームを使うのが一番いいということですね。なるほどね。はい。ということで、すっぽん流行語大賞に関しても、また別途メールしますと。あ、お待ちしております。はい、楽しみにしております。ありがとうございます。なるほどね。うん、さあ、その、流行語大賞に関してもですね、うん、続々とメールをいただいております。はい、ありがとうございます。スッポナーネームカサリンさんです。あ、どうも、こんにちは、うん。テロリストやな。そうですね。うん、テロリストテロリスト。どんな感想なんだ、テロリストをやってきた、テロリスト。スッポン流行語大賞、それは、優しさ 8g です。出た。優しさ 8g です。すごいです、ね。最近ですね、これね。最近のやつです、ね。3、4週前かな。何、何でしたっけ、俺が鼻詰まってなんか味分からへんじゃん。そうそう、味分からへんとかっつって、はいはいはい、で、武田さんが、はいはい、そう、だから、うん、料理人にもスランプがあるんじゃないかみたいな話になって、大体、ね、料理は、うん、レシピがあるから大丈夫だろっていうので、はいはい、うん、そうそう、演劇には、はい、レシピがないよねっていう演出家、そういうことやったんですね。そこでそこで演出家に優しさ 8g ちょっと足してとか言われても分からへんやみたいな、そういうことやったんですね。そうそうそう、分かってなかった。あんまり、いや、あんまりよく分かってなくて、なんでそれ言うたんかなと思ってたんですけど、ね、まあまあ結構一連の流れの中にピョッと出た言葉やな、ね、まあまあフレーズとしてはね、いいフレーズですね、なぜ8なのかっていうねところもありますけど、優しさ 8g 末広がり、なるほどね、知らんけど、カサリンさんはですね、何がよかったさりげなく小さじ1杯とかがよかった、優しさいや 8g だからよかったです。そうやろな、うん、さりげなくでも強く心に響いてきましたと。あ、そんなそんなそんなつもりでいいわけだよね。私も、ちょびっとは大人の気遣いとして8グラムほどの優しさをメールの中に織り交ぜてみようかなと、そういう風に心がけてみようかなと来年から、うん、なるほどね、このスッポン大賞へのメールに、はいはい、8グラム、そんなでも優しさない感じではないですよ、いただいてますよ、8グラムどころじゃないですよ ね、 ね、もう、たまたま2週前にテロ行為を行っただけの話で、本人の意識的なテロ行為ではないですか、はいはい、あ、そうです、事故ですね、そう、事故です、あ、そうそう、思い出した、あれ今日ね、はい、僕は朝からね、はいはい、子供の、発表会を、なんかこの時期クリスマス時期に音楽発表会みたいなのあるんですよ。おお、幼稚園でしたっけ。幼稚園の、ね、あ、はいはいはい、歌歌ったり、はいはい、いいですね、ハンドベルで、ね、やったりとか言って、うん、はいはい、で、うち年長やから、うん、一番最後で、うん、まあ歌ってそのハンドベル楽器使って、うん、で歌ってて3つあるんですね、3曲あって、で今年から最後に全学年というか年少さんから年長まで、はいはいはい、みんなで今度最後舞台に上がって、うん、合唱するっていう歌があって、あ、いいですね、その歌が、はい、慌てんぼうの空出た、これ思わず耳塞いでもらってなるほど、やめて
やっぱり、ね、やっぱりそう定番ですよ ね、 ね定番ですわな、ね、まあまあ、そうそう絶対流れますから。そうですね、プログラムとか見てなかったから、俺も普通に見聞いててキャーってなったの最後。まあね、シーズン的にはちょうど良い、あ、はい、そうなんですよ、ですね、12月11日、救いなのはそこですね、そうそうそう、今日だったということですね、まさかここで掘り込んできたこいつらと思いながら、まあ、しばらく結構心に残ってますよ ね、 そうね、結構ねトラウマになりてさ、まさかうちの子に歌われると、突きつけられました、傷をえぐられました、あ、そうです、そういうことがありました、慌てんぼうのサンタクロースですね、なかなかの話題になりましたね、話題の中でもね、流行語に入れてもいいぐらい、いいぐらいのね、そうですね、流行語か、はい、まあその流行語の話、カサリンさん、うん、その他にもノミネートとして、うん、男子会というフレーズね、男子会、男子会、うん、パズドラ先生、パズドラ先生、うん、はどうでしょうかということをノミネートいただいております、うん、はい、まあ、一応ヨナナスという言葉も入れていて、ヨナナス、ね、ヨナナス男子会パズドラ先生ともそのあたりですね、うん、なるほどね、なるほどなるほど、なあ、どのどの言葉が対象を取るんでしょうかね、これも年末にお楽しみにという感じですね、誰が審査するんですか、まあ、最終的にはどうしましょうかね、そうそう、ルール設定してないです、そう、そのあたりはね、流行語委員会、誰がやるんですか、設定委員会ね、あ、うん、はるかちゃんに決めてもらう、おお、なるほどね、独断の偏見で、ま、可憐なはるかちゃんね、またまたでできたけど、うん、なるほど、まあまあいいや、うん、まあどうやって決めるかもね、それは考えていかないといけないですね、うん、かといってまあ言わないですけどね、うん、ねえ、ということですか、あ、選考基準は、選考基準はそうですね、言わなくていいじゃないですか、面白かったよ、うん、あ、そう、あ、まあ実際でもその流行したかどうかっていうところが一番大事だと思いますよ、僕らの中で口をついて出てくる言葉とか、何もない、何もないですか、言いますか、何を言いますか、何、うん、ないですね、ないか、スッポンワード、うん、とか、まあ、もう実際にそのスッポンの皆さんが思わず使ってしまった言葉とかね、いや、ないでしょ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 、なかなかない、流行語って言ってますけど、ええ、流行語、そこは言うたらあかんとこちゃうん、流行語って言ってますけど、ですから、あ、そうですか、その実際ポンポンとして、別に流行語と言ってますけどそういうことではないので、その流行語らしきことで選考しようとすると全部ノミネートされませんからそうか、厳密にはね、武田さん、気をつけて、あ、気をつけます、そうですよ、ノリですから、ノリですね、ノリのみ、選ばれたら嬉しいですよね、自分の言葉が、ね、選ばれたいですよ、流行したんだって思いますよ、選ばれたいです、こんなに心に残ったんだ、そうですよ、大事なことですね、うん、さあそしてもう一つ、はい、スポナーネームレッドアイスタッフさん、あ、ありがとうございます、先週に引き続き2週連続で、嬉しいですね、先々週になりますかね、はい、2週連続でいただきました、はい、立花さん、武田さん、輪っかさん、こんにちは、こんにちは、スッポン流行語大賞面白そうですね、あ、うん、ほんまに、いや、ほんまですよ、ほんまですよ、全部聞いてくれましたね、僕的には、うん、お前人狼やろ、来た、かなり押したいんですけれども、来た、ですけれども、うん、武田さんのハモソセラーノ、いや、ハモソセラーノですね、ハモンセラーノですね、ハモソセラーノ、ハモソセラーノ、ハモソセラーノ、ゴルゴソゾーラ、ゴルゴソゾーラ、ゴルゴソゾーラもありました、これもうはるかさんは絶対これ弾くと思うんで、あ、そうですね、公平な判断ができないので、あの人は選考委員会から外れます、まあでもハモソセラーノに関してはもうはるかさんのね、そうやね、あの人の手柄ですからね、あの人の対象ですからね、というね、だからもう、うん、あの人対象取ったらあの人ずっと来ないかよ、あとヨナナスから派生したオナシャス、オナシャス、なんかもうだいぶ印象に残っております、うん、何がスッポン流行語大賞に輝くのか楽しみにしております、うん、なるほど ね、 お便りいただきました、いやもう楽しみにされてるんですね、楽しみにされてますよ、うん、嬉しいな、嬉しいですね、そうですよ、だから本当これを機会にやっぱりもう一回みんなね、はい、聞き直していただいて、そうですね、総集編ですよ、総集編って、総集編ではない、いや総集編、総集、もうなんか俺の仕事なんだばっかりやめて、全部面白いのを2分ごとにこう 今すごい僕そういうことに関してすごくそれで過敏な時期だからすぐ反応しちゃうから、ちゃうね、さっきからやたら、
なんか武田君が言ってるのを否定してくるなと思ったら、仕事が増えるようなそういうこと、ね、空気を一瞬でも感じると過剰に反応しちゃうから、今やめろやめろっつって、俺をこれ以上働かすな。あ、そうかそうか、暇やったらするんですけどね。なるほどね、そんなに暇じゃないと、うん、そうなん、まあ楽しんでやっていきましょうと。楽しんでやって、うん、まあそうですね、こんな忙しいアピールしても知らないですよね。こんなとこで、多忙ぶる癖がある、うん、おいブルとか言うんじゃねえや、本当に、まあ、そうですか、いや呼ぶ見に来てほしいです、突然言いましたけどね、うん、そうですね、舞台ね、うん、はい、そうなん、呼ぶね、予部がね、はい、ありましてね、いよいよですよ、そうなん、いよいよ、いよいよ、もう1ヶ月ですよ、もう1ヶ月ですよ、そうなんですよ、うん、だって、はい、N トランスフィッシュの時なんか2ヶ月ぐらい前から言ってたよ、そうですよ、うん、そうなんですよ、最近ちょっと予部の予部 ね、やっと稽古が本格化し始めましてね、はい、ほうほうほう、うん、ちょっと大変なことになっておるんですけど、ね、大変なことになっておる、そうなんですよ、うん、だからもう予部のこととか、はい、で、うん、いっぱいいっぱいです、とかでとかで、うん、とかでいっぱいいっぱいです、あ、いっぱいいっぱいね、予部のお話します、予部のお話まだいいですか、まだいいですか、はい、うん、まだまだちょっと満を持して来週再来週ぐらい行きましょうか、そうですね、ちょっと、あらすじぐらいね、そうですね、教えてもらって、予部直前特番みたいなね、予部特集ね、しましょう、番宣番組しましょう、そうです、うん、うん、いいです、まあでもただ僕が番宣した時に、ストーリー全部言っちゃう、ボケ出しみたいなことになるかもしれないので、ストーリー全部言っちゃうっていう、あれごめん悪いふりした、それがねちょっと悪意のあるふりをしてみました、悪い、悪い、ね、そう難しいですよ、見たくなるようなところで止めないといけないから、そうなんで僕のハードルをみんなで、なんなのその、やめてやめて、もう怖い怖い、まあそんな感じでね、そうなんですよ、うん、まあ流行語大賞はまあ実際最終収集にしましょうか、そうです、ね、年末のね、だから来週、歳末スペシャルです、来週じゃないですよ、来週、再来週でしょ、再来週、次の収録は26、6、だから26の週、あ、そうですね、次のなんか収録の時ってことですね、そう、再来週、あ、そうか、これで言ったら来週、そうです、そうです、今これはその週、うん、そうですよ、もうクリスマス直前の週じゃないですか、そうですよ、今クリスマスですって、ね、わお、みんなクリスマス、ね、みんないかがお過ごしなんですかね、今年は平日ですからね、はい、24、25と、何するのクリスマス、いや今年だから仕事入っちゃってますからね、どうしましょう、うん、どうしましょうって、仕事しましょうどうしましょう、そうですよ、そうです、クリスマス、まあ、僕も普通にお店やってますから、ね、まあそうですね、うん、ここはまあカップルでも使えそうな感じですからね、そうなんですよ、たまに来るんですよ、めっちゃ嫌そうな顔してますね、クリスマスに、クリスマスにうちでええのと思いながら、いいじゃないですか、十分、うん、そうそう、なんか雰囲気もありますしね、毎年来てはるね、いや、いいですよ、いいですよ、うん、まあでもね、僕らの仕事はね、はい、やっぱりそういうイベントごとの時は忙しい方がいいんですよ、うん、そういうことなんですよ、書き入れ時なんで、一番忙しい時期ですよ、うんうんうん、暇してたらダメです、そうですよ、うんうん、僕ももう予部入ってますから、はいはいはい、頑張りますよ、はい、はい、頑張りましょう、頑張ってください、うんお頑張れって言ってほしかったみんなに応援してほしい、応援してほしいし、うんうん、もう毎日予部のこと、予部が楽しみだってつぶやいてほしいもん、つぶやいて、わかりました、予部ね、1月の17ぐらいですかね、17ぐらいですよ、ですね、楽しみにしておりますよ、私は、はい、うん、ぜひね、はい、来ていただきたいと思いますけれどもね、ということでございますね、はい、はい、というわけで、はい、今週はこの辺で、終わっときますか、今週はこの辺でじゃないなお手のこの辺でコーナーは終わっときますから、そうですね、ちょっとよ酔っ払ってきた酔っ払ってきてんじゃないか、ね、やっぱりね、2本目になると酔っ払っちゃうよね、スタミナがね、まあ、ないから、うん、まあそういうのもいいんじゃないですか、スポンラジオらしくて、うん、なんか懐かしい感じするよね、この感じ、うん、いい、慰めてくれてるの、僕はこういうの好きですよ、うん、こういうの好きですよ、本当に、うん、なんか久しぶりの感じが、うん、はいはい、戻ってきたなっていう、ね、うん、でしょ、うん、なくしてみて初めて気づく、あの懐かしさみたいな、終わろう終わろう、もう、はい、はい、というわけでお便りのコーナーでした、すっぽんぽーん、月額980円でいつでもスマホが劇場になる定額制演劇動画配信サービス感激ざんまい、
見たかったあの作品がスマートフォンやタブレットでいつでも見られる演劇の新しいサービスが8月1日より開始になります。仕事の都合で見られなかった作品も見たい時にいつでも見られます。配信予定のタイトルは水星マジックアルバート話して橘出演中です。特命劇団気持ちいい教育スイス銀行107他強力なラインナップをご用意しています。詳しくは感激三昧を検索。すすっぽんラジオパズドラ。はい、パズドラですよ。おう、パズドラまだ全然落ちないですよ。パズドラ人気が。本当ですか。そうですよ。あなたのモンハン熱はどうなったの。モンハンはちょっと難しいんですね、うん、今回の。あ、そうなんですか。何が ちょっと何行き詰まってんの。何が難しいっていうのは、うん、要は今回ちょっと手軽にインターネットでみんなで狩りができるようになって、今までのやつは集まらんとできひんかったんですけど、うんうん、今のはもうネット繋いだら誰か適当にマッチングしてくれて、うん、一緒に狩りに行けるって手軽に人数でできるようになってるんで、逆にモンスターがちょっと強なってるんですよ。今までは集まる回数が少なかったから一、うんうん、人でもなんとかやっつけれるようなモンスターやったんです。頑張ればね、時間かければね。それがちょっと強なってて、うん、結構一人ってしんどいんっていうのがあって、うん、ちょっとやろうかなって思った時に、うん、ちょっとネットつないでまでやりたくないなっていうふうになって、そっちの手軽さが減ってる。そう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 。でちょっとまあもうええわみたいな感じになってる。難しいね。まあ、やってますよ、ちょい1日1回とか2回開け、ちょっとやりますけど、なんかちょっとね、前ほどではない。そうそう。で一人で行くかって言ったら、あの戦いをまたやるのって思ったらちょっと今日はええかなみたいな感じですね。そういうところではあれなんかね、やっぱりパズドラみたいに、うん、ああいうのってやっぱり個人競技なんかな。そう、パズドラはこう競うってないじゃないないからね、うん、自分のこうパズルの力の問題やから、うん、自分のタイミングでしょ。そうそうそう、うん、携帯でいつでもできるしね、うん、それが強みなんかな。強みですね、うん、でまあ何よりも携帯で持てるからゲーム機買わんでいいし、ね、ああそうですね、そうですね、それ大きいですね。そうそう、モンハンは DS か。そうそう、買わんとダメやから、うん、あじゃあ今回のパズドラの DS 版どうなんやろうね。売れるんかな。いやー売れるんじゃないですか。あーそれはそれで売れる。でもなんだかんだでまあ2000万人ダウンロードしてって言ってて、うん、携帯の人がね、うん、でも買わないでしょ、うん、無料やからやってるみたいな、うん、だからその中で思いますよ。その中でネットその熱狂的なゲームファンは買うでしょ、はい、あまあそうですけどね。だってゲームなんて100万売れたらもう100万なんて売れることないですからね、はい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 、40万10万売れたらヒットって言われてるから10万、うん、じゃあ200分の1ですからね。お、はいはいはい、うん、200人に1人ぐらいは買うだろう、うん、もっと売れると思う。まあまあ普通に50万本ぐらいは売れるんちゃうかなと思いますけどね。モンハンはちなみに今のやつ400万本いったみたいですね。すごいな。日本だけで、すごいっすね、日本だけですごいね。そんな売れてんねや。そうよ、儲かりますね。5000円やとしてあんた 何億入ってくるんだっていう話ですよ。まあそれだけ金もかけてるでしょうけどね。すごいっすよ。すごいっすね。パズドラやろう。またパズドラやりますか。いやもう、忘れてたけど、はいはい、この間流行語大賞の話したけど、はいはい、そのツイッターので一番つぶやかれた言葉、はいはいはい、流行語大賞にそれもやってて、うん、パズドラらしいですよ。へー、すごいね。日本中で日本中のツイッターで一番つぶやかれた言葉がパズドラですから。へえ、じゃ本当の意味でも大賞はそれやな。そうですよ、もうパズドラないな。へえ、バルスじゃないですか。バルスバルスはその日しか言わない。その日だけ瞬間的に、そうそう、うん、今度あれでしょ、今度あの巨人のやつ、イエガーをみんなでつぶやこう。そうですね。あ、そんなのあるんですか。あの進撃の巨人のオープニングで、はい、イエガーっていうセリフがある。はいはい、うん、はいはい、歌のね、歌のフレーズがあって、はい、あれイエガーって主人公の苗字なんですよ。お、進撃の巨人の、はいはい、であの進撃の巨人の歌を紅白で
歌うんですか。歌う、あの、アーティストが紅白出場決まってるから、そのイエーガーの時にみんなでそれをやろうっていうのが上がってましたよ。あー、そうですか。ジブリを超えるんですかね。そうそう、いやー、バルスは超えられない、ね、ジブリは超えられへんでしょ、やっぱジブリはだってやっぱり広いもん、裾野が広い、裾野が広い、あ、そうなんですか。そうらしいっすよ。あ、じゃあそれでパズドラトップなんですね。パズドラトップですから。パズドラ、それは本当に流行語ですね。だからやっぱり僕らはパズドラにちょっと乗っかった方が、はい、視聴者数増えるんじゃない、増えるんじゃないかな。え、今回その流行語大賞に関してはパズドラ全然入ってこなかった、入ってた、入ってました、多分確かノミネートに入ってたよね。相手が悪かったですね。相手がね、それはまあそうですよ、相手は。じゃあ相手が悪いっていうか選ぶやつが悪いねんって。選ぶやつが、ユーキャンが悪い、ユーキャン、ユーキャンが、じゃあ我々のスッポン流行がどう選ぶのかっていうところになってきますよ。あ、うん、まあ交互期待ということで、いい、まあ、何も考えてないだけです。最終一人、そのノミネート作品から一人一個選んで、三人でじゃんけん。じゃんけんな。まあ、なんとか、まあ、公平は公平です。まあ、最終的にそんな方向になるんじゃないの。じゃんけんか、もうあのくじ作って、ピッて引くか。あ、それがドラフト的な感じ。あ、なるほど。今回の流行語大賞は。僕らも分からないけど、そうやね、それがいいね、ね、うん、くじが一番公平かな。なるほどなるほど、うん、でノミネート、例えばスッポナーさんが一回この間で言うと、うん、あのヨナナスとかいろいろしてくれるじゃないですか、うん、もう一人、うん、別の方が同じ、例えばヨナナスをしたら、うん、くじが二つになるとかね、ヨナナスのくじが、ね、確率が上がりますから、そうする、っていう感じにしましょうか。そうしましょうか、だからメールの中にどんだけ入ってるか、ね、はい、そうそう、今回それが投票権みたいなので、そうそのくじ引きの中に1個ずつ入っていくと、今のところ1票ですけど、2票来たらもう1票入るとくじの中で、なるほどね、いいね、うん、ルールが決まってきた、ルールが決まってきた、だからもう、うん、どんどんお便りね、お便りだから、はい、うん、いっぱい書いたら、いっぱい書いたらすごい選ばれる可能性高いってことで、そうですね、っていうことです、そうですね、なるほどね、はい、わかりました。その受付はいつまでするんですか。だからもう今週いっぱいですよ、今週いっぱい、ね、次の収録が26ですから、はい、26まで、26の、まあ、午前中ぐらいまで、うん、に締め切り、消し印有効です。そこ消し印が有効ですから、うん、そうですね、そこまで、はい、消し印が有効です。もうええよ、そこは突っ込まんでええよ、流すよ、ちっちゃくでしょ、流すよ、そこみんな分かっとる。消し印ないやんっていう話、食いつかんでね、っていう感じでお待ちしておりますので、ね、そうですね、はい、うん、来年からね、はい、来年はもうそれを見据えて僕らやっていかない、いろいろ、いろいろ年末の流行語を見据えて、終盤が結構有利ですから、ね、あ、まあまあ、この今日とか結構有なんかあったらすごいのね、今日ないんじゃんかな、とか、ね、そういうことですよ、うん、ベニヤクリーム、ベニヤクリームか、そういうの大事ですからね、わかりました、はい、ぜひ頑張って、はい、来年からね、頑張っていきましょう、そうですね、はい、ということで、そのメールアドレスですね、お便りをね、はい、ということで、すっぽんアンダーバーレイディオアットマークヤフー .co.jp SUPPON アンダーバー、笑ってるんですか、いや見つかんないですよ。でも口からは出てくるから、そうそう、もうずっと言ってるから、俺覚えたな、空でも言えるんです、すごいな、見つけなくていいじゃないですか。そうですね、スペルで言います、 SUPPON アンダーバー RADIO アットマークヤフー .co.jp まで、すごいな、それこの1年間でずっと言い続けましたから、あなたの流行語はこれです。そうですね、メールアドレス、寝言とか、寝言とかで SUPPON 何年だみたいな、SUP そういうこともあるかもしれません、はい、ぜひね、はい、流行語大賞ね、はい、お待ちしております。ノミネート作品を皆さんの応募で決まりますからね、はい、メールしてください、はい、あと呼ぶ17日1月の17日から19日まで、はい、うん、大阪シアトリカル大手院でやっております。はい、スポラジオでチケットを予約していただいた方には、はい、なんと、うん、スポラジオのステッカーがついてくるという、売ろうと言っていたものを、早速プレゼント。いや、両方ね、両方に、
買ってもいいしもらってもいい、じゃあもらいたいですね、もらいたいね、できればただでできれば、でだからもう我慢できない人用です。あ、なるほど、買いたい、もういつまでたっても当たらへんから、うん、そうですね、はい、なるほど。メール出すのは恥ずかしいけどっていう人はね、うん、ああそうね、買っちゃえ、うん、うん、そうね、うん、ごめんなさい、チケットの金額とか決まってないでしょ。3000円です。あ、決まってんの。はい、お、3000円です、うん、で17日が7時半、はい、18日が3時と7時、うん、で13 19日が13時と17時ですので、はい、予約していただければ、はい、スポンステッカーもついてきますんで、うん、よかったらスポンラジオからも、メールでご予約お待ちしております。はい、というわけで今週はこの辺でお別れです。お相手は立花ですけど、 AD 武田と若でした。あ、収録は26日ですからね、あ、そうですね、お忘れないように。聞いたらすぐ書く、また始まったらすぐ書く、よろしくお願いします。はい、さよならです。もう一回言って、何も最後、また来週。今の流行語ちゃいます。